悪というものをテーマにしました。善悪の悪、悪の裏側には善がある、善の裏側には悪がある。皆さん方も一人一人善人ではあることでしょう。しかしながら悪というものを必ずその分子というものを持っている。それが大きいか小さいか、それが表に出るか出ないか、それを表現するかしないか、たったそれだけの違いであります。もちろん私自身にも悪というものは眠っていることでしょう。それを表現しなくてはいけない、その場合こういったものはもちろんあります。我々は今日の集会のテーマ悪というもの、この悪というものにどうか皆さん一緒に考えていこうじゃありませんか。さて、もうおよそ18年も経ちます。この9月という季節が来ますと、我々日本民族は18年前の腹の底からの怒りというものがふつふつと湧いてくるのであります。18年前、9月17日、小泉電撃包丁、五名生存、横田めぐみさんをはじめ8名死亡、このような当時キム・ジョンイルが拉致を認め、このような発表をした、我々日本国民は13歳で拉致をされた中学生の女の子、ついに日本国家が国戦まで乗り込んで助けてやる、そういう時がついに来たかと、我々は午前中からテレビに釘付けになったわけであります。しかしながら、残念ながら5名生存、横田めぐみ様をはじめ8名死亡、このような一方的な北朝鮮の発表に我々は怒り狂ったわけです。たかだか18年前、たった18年前、国民的な怒り、こういったものが湧き上がったわけであります。当然大げな少女を拉致した、学校帰りに袋詰めにして引っ張られてぶったたいて意識を失わせ北西に拉致をしていった、このものに対して当然これは悪であります。この悪に対して今の今まで、今日の今日まで1ミリたりとも北西による拉致事件というものは解決どころか進展もしていない、この現状見て見ぬふり、人の命は有限であります。横田めぐみさんの父親茂さんも亡くなった、有本恵子さんのお母さんも亡くなった、これを見て見ぬふりをしている国会議員、安倍晋三、こういうものが当然悪であります。何にもしない悪、何かをした悪、何にもしない方がよっぽど悪なんじゃないですか。皆さん、先生、責任も取らない、お腹が痛い、第一次政権と同様第二次安倍政権も放り投げた、そしておそらく菅が新総理大臣になることでしょう。そして菅は安倍政権を継承すると言っている、安倍政権を継承するのであれば任期1年残っている安倍晋三はなぜ死ぬまで総理大臣をやらないんだ、自分の任期責任を放り投げて知らぬ存ぜぬ、憲法改正も知ったこっちゃねえ、拉致事件も知らねえ、そういう無責任な男、腹が痛かろうが何だろうが死ぬまで任期を全うしろと我々は言いたいのであります。